フェーバー2番手に置かれた。あと2馬身半個出てぐんぐんとピッチ上げる4番のマスターウィッシュ、一気に2番手2番手先頭に迫ってくる。中団グループも一気に後位集団まで3頭が固まって上がってまいりました。最後の直線でありますが、先頭はグラスマテリアル、外から迫ってくるのは4番のマスターウィッシュ、叩いて上がってくる。その後ろ3番のモリトリジョイス、3番手インコースリワードブレンダー、その後先頭前に並んでくるグラスマテリアルか4番のマスターウィッシュ、並んでゴールインです。最終コロにかかったところ前2頭は外から5番の MK プリンセス出ますから、内には6番の VR ヒーロー、これを言いまして8番のハヤブサフォルテ、さらに7番のフレアリングダリア、インコース4番のマルサンクレッツ、その後先頭は5番の MK プリンセス、インコースには6番の VR ヒーローを粘っているが、3番手争いからは7番のフレアリングダリア、あるいは8番のハヤブサフォルテ突っ込んで、先頭は完全に5番の MK プリンセス、2番手には6番の VR ヒーローでゴールインです。3着インコースが、インコースが4番のローズサーペント、真ん中から7番の田原大使に出ました。連れまして8番の渡り竹の花、最後の直線200を切って、さあ渡り竹の花と田原大使の競り合いだ。インコースには4番のローズサーペント、これって外からぐんぐんと6番の坂弁花子が突っ込んでくる。さらに大外を通って3番のエモお姉ちゃんも突っ込んで1番の泉も送る。先頭8番渡り竹の花、1着2着は4頭5頭並びました。前の2頭に迫ってまいります。1番の中戸シャープはすでにはその後に交代している。そして3番の期待せドラゴンはまだ中段外を回って、4番のミラクルプーもいる。最後の直線200を切って2頭3頭の競り合いか。うちには6番のオブリラブ、真ん中7番のラガーフォーラムが出ますか。後ろには5番のギキリンゼ、インコースには3番の期待せドラゴン、外を叩いて4番ミラクルプー、先頭は7番のラガーフォーラム、2着6番のオブリラブでゴールインです。7番のハヤトが続きます。後ろには6番のパウロ、パウロが 3,4 番手、あとは2馬身置かれまして2番のビューオペラ、最終コーナーにかかって北海コちゃん先頭で直線 200m。 さあ2番手争いはインコースには3番のインテレスがこらえているが、こらえているが7番のハヤトが行きました。1番外には6番のパウロがいる、中を通って2番のビューオペラも突っ込んでくる。オーストを回って1番のゴールドキャンドルあたり、先頭は北海キコちゃん1着でゴールイン、2着はどうか。3番手に7番のパートナーラブ、これを追って外からぐんぐんと9番のバルチクリッジ、さらには6番の大鳥含め爪も一個に後位に駆け上がって、最後の直線200を切った。インコースがラビットリーさん、外から襲いかかるのは6番の大鳥含め爪、後ろの方に9番のバルチクリッジ、3番手インコースに8番のラガーミーティング、最初の方からぐんぐんと3番のギターラ、先頭は6番の大鳥含め爪か、2頭並んだ。ビーナス2頭馬体があって4コーナー、その後は3馬身ほど1切れました。8番のマイネフロンティア、その外からは1番名称朝霧、接近直線コースに向きました。先頭5番のモリデンビーナス変わっている、2番手4番ホープダイヤ、その後3番手3番ルビーエメラルド、1番の名称朝霧の2頭、先頭4番ホープダイヤがもう一度盛り返す、先頭4番ホープダイヤか5番モリデンビーナスかゴリ、3番手3と馬体を合わせてきました。一気に抜き去る、8番バービー先頭、リードを1馬身取って4コーナーカーブ、3番イノピカソ2番手で今直線コースに向きました。その後ろは7番のジャック、そして外から5番のノボちゃんが接近してくる。先頭8番バービーに変わっている、リードを2馬身3馬身と取る。2番手3番イノピカソの外からは5番のノボちゃんが追い込んできた。先頭8番バービーは突き放す、2番手接戦、バービーゴリ、2番手はどうか。
その後は1馬身半差、3番サトノコンテスタ3番手に上がって前を追います。その後4番マルサンラビータ4番手、前は4コーナーカーブ、7番ビクトリードマン先頭今直線コースに向きました。2番手接近3番サトノコンテスタ、その内には5番の名将セキトバ3番手、ラチゾイ4番マルサンラビータだが、先頭7番ビクトリードマン、これに迫る3番サトノコンテスタ、3番手は4番マルサンラビータが上がる。先頭7番ビクトリードマン逃げ切ってゴール。2番手3番サトノコンテスタ。シーアクロス先頭、外並んでいくのは1番のロッキーダイヤ。この2頭の後は7馬身、8馬身と大きく間が空いた。先頭9番シーアクロス今直線コースに向きました。1番のロッキーダイヤが2番手、その後離れた3番手、3番ストロングジョイスあたり。先頭は9番シーアクロス、2番手1番のロッキーダイヤ、離れた3番手、追い込んでくるのがこちら6番の BB バイラー。先頭シーアクロス5輪、2番手1番ロッキーダイヤ、3番手。マルサンライナー先頭キープリードは4分の3馬身、外から5番のアルテローザが差を詰める。さらに外8番フェルネージュ3番手、1番エンジンソウル、中段から6番ミライポケットも差を詰めて直線コースに向きました。先頭4番マルサンライナー、5番のアルテローザがかわしにかかる。馬場の真ん中からは8番のフェルネージュ、さらに6番のミライポケット、間を割って2番のスカイサーファーと1番のエンジンソウルが差を詰めてくるが、先頭5番のアルテローザがゴール。外6番ミライポケットと並びました。